後半に入ってちょっとこうプレーを急ぐ感じになって、そこからちょっと腰が危なくなり始めまして、で、まあ、ちょっと最後の方ちょっとショットがうまく体が動かせなくなってしまって、まあ、疲れとかもあってちょっとミスが結構続いてしまったかなっていう状態だったんですけど、まあ、ちょっとなんとか耐えてアンダーで上がれてよかったなって。